はい、こんにちは、ひろきです。今日のひろきさん、白い服を着てるではないですかとお思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。こんにちは、ひろきです。今日はですね、白い服をこういう風に着させていただいてるんですけども、そんなことはさておき、今日は何についてお伝えさせていただくかと言いますと、細けいことはいいんだということをですね、お伝えさせていただきたくて、こうして動画を撮ってます。ですね、人生をより良くして、まあ、豊かにですね、生きていくためにはですね、大切なことっていうのはそんなに多くはないわけですね。例えばお金の管理とかですね、まあ、お金をしっかり稼ぐこととか、まあ、人間関係をしっかりしたりとか、まあ、健康を大事にするとかですね、まあ、とか、まあ、そのくらいなんですね。まあ、そのくらいを意識していただければ、あとですね、ちょっと細かいなんか腹立つこととかですね、すごい気になって、あの歌の歌詞なんだったっけな、みたいなこととかですね。まあ、そんなこと一切ですね、気にする必要ないわけですね。あいつのちょっとあの時の、まあ、セリフなんだったっけな、みたいな、こととかですね。まあ、細かいことっていうのがすごい多いわけですね。人生で生きていくとですね。まあ、すごい、もうあの人のちょっと言動が気になったりとかですね。なんかあるたびになんか腹立つこととかってあるじゃないですか。なんですけど、そういうことに気をとらわれる必要はないんですよ、ということをお伝えさせていただきたくてですね。今日もですね、そんなことを意識して一緒に頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。